人類は過去数千年にわたり生きていくための食料源を海に求めてきました。技術の発展に伴いより集約的な漁業が可能となりました。そのため水産資源への配慮はかつてないほど重要になっています。海洋を健全かつ生産的にし、将来にわたり水産資源を多様で豊富なものにし続けるには漁業を持続可能にする必要があります。持続可能な漁業は環境への影響を減らし、海により多くの魚を生息させ、海洋生物への危害も減少させます。持続可能な漁業は適切な管理の下で行われています。海洋管理協議会 MSC の基準は、持続可能で適切に管理された漁業を行っていることを認証するものです。MSC は水産物にこの青いエコラベルを表示することで、基準を満たしている持続可能な漁業で取れたことを認証しています。このエコラベルはすでに世界約100カ国以上の国々で様々な製品に表示されています。消費者として水産資源の保全と改善に貢献することを望むなら、 MSC エコラベルで識別された水産物を選ぶことができます。水産資源を保護し、将来のために私たちの生活の糧を守ることはとても大切です。その実現のために私たちは力を合わせなくてはなりません。